それで始まりました基礎英文法講座今回は仮定法の三番ですねそうですいよいよ出てきましたよこのなんでしたっけおいしゅーがですね登場しましたんでさあ見ていきましょう I wish you 何とか hear a word will be can be 楽勝そうですねはい。前回までやってたですね <laughs> うわー複雑もうわあ文字数いっぱい覚えの大変っていうのとは大違い <laughs> 短い、ね。もうすぐに分かれたと思いますね。そうです。I wish」っていうのが出てきた場合ですね「ねえー、I wish」「that」説っていうかね塊なんですけど「まあ、that」がくっついて出てくることはまずないと思いますので,で、えー、この形になってですね「that」省略されることの方が普通です。でここにあった場合「wish」ウィッシュさんが出てきた場合ですね仮定法を使ってやんないといとけません、ね、なんで「仮定法」っていうのはどうするんでした そうそうそうね。ね時間を変えてやればいいんでしたね。are とか will be とか can be とか全部固いになってないですね。そうです。だから過去形使ってやればいいんだよって言いますね。I wish you were here ですね。ここにいたらなーっていうやつです。そうだから時間を変えますね。あなたがここにいたらなーだからとここ過去形使ってるけどでも今のことを表してるわけですね。そうだから厄介なんですよ。 I wish you were here you っていうのはそう過去形を使っているんだけど過去のことじゃない今ここにあなたがいてくれたらなだから実際はそういないわけですよねあなたここにいてほしいなってねだからよく習いますよね I wish I were a bard とかでねそう私が鳥だったらなとかねで鳥なことはありえないからってやつねでまあそう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 言う以外も愛、ね、とかでも一応 ね、わーを使いましょうっていうのでは学校では習うと思います。B 同詞使う場合はわーねとかっていうふうになりますが、まあ、実際の場合は was になりますので、I wish I was っていうのが使われることが多いです。I was here はおかしいですね。もう実際にいるから。こんな感じで、で I wish I were a b i r d とかね、I wish I was a b i r d みたいな形で使ったりすることもあります。でまあ、これだけだったら全然難しくないんで、余裕のよっちゃい以下なんですが、ただ、 こういうふうにね「Would」や「Could」も出てくることがありますのでお気をつけください。I、wish you would be here みたいな形で えー、助動詞の過去形のこの but や could が登場することもありますなんでこれは押さえておかないといけないですねなんかいつもこのね過去形が来るって覚えてる人いるんですけどそうとは限りません助動詞の過去形っていうのも出てきます I wish you w o be here あ、ね、あいたらいいのになとか I wish you could be here みたいな形で登場することあります could、まあの方ができる感が加わるとは言われてますけどまああんまりうちのねお抱えネイティブは考えてなかったそう言われればそうかもしれないなっつってた で、ウッドっていうのはですね。宿約系がありましたね。覚えてますね。そう、何度も何度もこのね。ウッドの宿約系ってやってるのはですね。そう、喋る時にやっぱりみんなこっちばっかり使って宿約系で喋れないし、聞いてるときに宿約系だって。わかんない人が多いからです宿約すると。 I wish you to be here っていうふうになりますね。would は do ですね。had と同じ形取るから厄介だって,てですね。I wish you to be here っていうふうに言うこともできます。ね、これ could ではなく would の方のですね、えー、くっついた形になりますのでお気をつけください。I wish you to be here っていうふうになりますね。これであなたがいればな、ここにっていうことです。はい、では次の問題に行きますね。The movie was great.I wish you なんとか there with me っていうふうに さあ、なりました。文脈が加わりましたね。あ、what will be happen って言う,うなります。さあ、どれでしょう。はい、できましたかね。the movie was great と書いてあります。まあ、時勢が関わってくる問題なんですね。時勢が関わってくる,る場合っていうのは、必ず。いつの話かを抑えないといけません。ね。the movie was great っていうのは、そうですね。これ、いつのことですか。過去のことですよ。いいですね。これ、仮定法関係ないですからね。 I ウ i ィッシュとかもないし、イフとかもないですね。これ単なる過去の事実を言ってますね。A がすげえよかったよって言ってます。で、アウィッシュって言って、はい、出てきました。アイウィッシュですね。で、ここで、ああ、分かった。アイウィッシュ来た。はい、はい、はい、You 来て、過去形なんでしょう。アイウィッシュ u ー r e でしょうって言って、これを選んじゃったら、もうさようならですね。はい、だめです。選んではいけません。えー、なんでですかって言うんですけど、だってこれ、ほら、 There with me ってて書いてますね「そこに私といたら」って言ってるんだからこの「そこ」ってどこだか分かりますそうそうそうムービーのところですね行った場所になるわけですよだから映画館でしょうねだから映画館に渡しといたらよかったのにってこれは過去の話ですねこの中は過去の話になってますさっきの「I wish you were here」っていうのは過去形を使っているけど現在の話ですよね 今のことを表しているんです。もうややこしいよね。本当の名前が過去形だけど現在のことです。でもここ過去形入れちゃったら現在になっちゃうからどうするんですか。そうですね。前に出てましたよね。過去完了形っていうのを入れれば過去のことを表せます。はい、厄介ですね。ハードタス過去分子っていうのを使えば。 過去のことを表せるんですよ、ね。I wish you had been there with me っていうふうに言うことができるわけですね。そうすると、ああ、その時あなたが私と一緒にいれればよかったのになってなるわけですね。Wish で,でできているので、はい、あとか Will be とかですね、はい。こういうのは仮定法になっていないので、さようならってやつです。で、I wish you had been there っていうふうにですね。はあなたがそこにいてくれたらなって。I wish you w t 過去分詞で出てきたらそれこの「ウィッシュしてるね「願ってる時」よりもね一個前の時間になるのでこの「had been」っていうのが出てくるとね、えー、だからあ,あそこにあなたがいてくれたらよかったのにっていう過去のことを表しますで縮約してやるとそうですね「I wish you'd been there」っていうふうになりますねわかりましたねはい「you'd been there」っていうふうになるわけです「h a d が「do」になるほらわかりましたねややこしいってこれ何度も何度も言い続けてるのはそうなんですよだからこれが You'd be there だったらさ、I wish you'd be there だったら今いてくれたらなのに、ね、I wish you'd b e e there って言った場合はあのその時ねいたらよかったのにっていう意味になりますね。というふうにね、ハーとウッドはくっついた時に厄介ですからお気を付けください。まあもちろんハード足す過去分詞でウッドの場合は原型だからわかるんですよねイディプにはね。うん、で、I wish you'd been there っていうのもあれば、さらにそうですね、さっきのほらウッドやクッドが出てきてたから、そうそうなるだろうなってわかるよね。 So, I wish you would have been there. とか、I wish you could have been there. っていうふうに、助動詞の過去形、たす、have たす、過去分詞っていうです、ねえー、形を使うこともできます。めんどくさいですね。I wish you would have been there. ね、I wish you could have been there っていうふうに言うことができますね。はい、いやあ、だから入れればよかったのにな、ね。そこに入れればよかったのにっていうふうになります。これだったら過去の話になるわけですよ。はい、じゃあ祝約してください。こっちくっつけてください。なんて言えばいいですか、えー、こうやって言いますね。I wish you would have been there ですね。はい。You'd have been じゃなくて、普通は would ですね。You would have been there っていうふうになります。えー、で、え、could の方も、I wish you could have been ですね。Could ですね。could have been there っていう形になるので、はい、これを知っておいてください。これ覚えちゃえば簡単ですね。でだからさっきのやつを使って、I wish you were here ですね。I wish you would be here.I wish you could be here ってやって、I wish you'd been there.I wish you would v e been there.I wish you could v e been there.Could v e been there. <laughs> っていう風に、はい、言えば、えー、できます。もう本当に言いづらい。だってブッと深かったりしちゃブブンンみたいになるしさ、th、r、あるし r あるしね。もう本当に発音しづないと思いますが、ねこういったフレーズで覚えてしまえば OK です。 今回ね映画の話出てたよね映画すごい良かったから来れば良かったのにまあアメリカ人にとってやっぱ映画っていうのはものすごく大きなことであの映画見たその映画見たとかですねこうこうだよねっていうのは映画の話で盛り上がるっていうのはよく言われるんですがまあ本当でしたそれはそうでした本当に暮らしてみてよく分かったやっぱ映画の話ってすごくよく出てくるここ普通に話しててあの映画の高校こういうところに似てるよねとかですねあの映画良かったよねみたいな話はすごくよく出てくるのでやっぱ映画って重要なんだなって思うんですが映画って 非常に厄介な単語ですすね映画って,何て言いますあそうですねさムービーですねもちろん知ってますねムービーが映画だっていうのは知ってると思うんですけど使い方知らない人が多いですねだ映画を見に行ったとかってね言う時にさ何て言います難しいんですよこれが、えー、実はこうやって言いますね「I went to the movies」っていうふうに言いますねだから多くの人は英作文とかでもやっぱ「I went to movie」って書いちゃうわけですね、まあ、当然日本の 方々は監視を抜かすプロですから、え、ね、そういう風に書いちゃうんで,すですけど、はい見てわかりますね。ダもつくし、S もつくんですよ。厄介ですね。I want to the movies という風に言います。映画1本しか見てなくても movies です。なんで気をつけなきゃいけません。えその映画なんてわかんないじゃん。わかんなくてもつけるんです。ね納得いかなくてもいいんですね。 あなたが納得しようが納得しないが知ったことじゃないネイティブスピーカーにとってはですね「so、I went to the movies」っていうので覚えなければいけませんこういう表現なんだと思ってください、ね、映画が昔は1本じゃなくてセットで放映してたから知らないですそんなの。<laughs> そんな昔の映画内容とかは わかりませ、ね、んんなか今でもね日本だとうね地方では映画2つセットとかで放映されてるんですよ知ってました人入んないからねびっくりですね都市の人たちビビりますようええー、みたいな3本セットとか放映してるとこあるんですよさあやめましょう、えー、でこういうふうに今さアメリカではそうアメリカではっつったってことはそうですイギリスでだから違うんですよ言い方ありますこんなふうに言いますね っていうふうに言いますね。すでに待ってだからイギリス英語なんですよね。アメリカではそんな使わない表現ですね。まあこいつもはだがつきますので、えー、お気をつけくださいね。てか他にも言い方があって映画ですね。別にこのダムービーズを使わないでも言えてこんなふうに言えますね。I want to see a movie とかこういうふうに言うんだったらね、その映画見に行くみたいな感じだったらねあ扱いにしょやっかいでしょじゃ。C がついた場合はさ。 ムーービにしないといけないいいとけんですよいみたいな,なんであとか変わるんだよみたいなですねその理屈どうでもいいですその理屈を一生懸命調べる暇があったらですね英単語1個でも多く覚えてくださいでイギリスだったらこうやって言いますね I want to see a film っていうふうに言うことができますねだから日本では cinema っていう単語も film っていう単語もまあよく聞くと思いますが実は こういう風にですね、イギリス英語だったっていうのはあんまり知られてないですね。まあ、シネマってね、この映画館とかなんかの劇場ですね。このシネマっていうのは劇場の名前にはついてません。アメリカのね、えー、何とかシネマっていうのは見るけど、やっぱり映画見に行くっていう時に went to the cinema みたいな感じでは言わないって言ってましたね。はい。えー、なんで実はシネマやフェムっていうのはイギリスでよく使われる単語だった。 ですね、はいだムービーっていうのは厄介ですねこんなねイギリス英語アメリカ英語の違いもあるとあとはそう日本だとやっぱさ動画のことさムービーって言っちゃうんだよね YouTube のさ動画のことは「愛想はムービー」<タッ>とかって言っちゃうんですけどあれビデオですからねムービーとは言わないそれだからアメリカ人が日本に来て結構英会話とかで「あれ?」 何のの話してんの映画見たって言ってたから、えー、映画の話が出てくると思ったらなんかオンラインで猫が何かやってる面白いのを見たって言ってるこの人どんな映画だああ YouTube のビデオクリップのことだったのねみたいなね、えー、そういうことって結構あるそうなんで、はい、なのでこの辺のことも注意してくださいだから意外と映画っていうのは英語で喋るとる時に面倒くさいというか厄介なものだっていうのを知っておいてください、はい、この動画良かったら高評価チャンネル登録よろししくお願いします